はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2022年7月14ね、半ばまで来まして、さあということでね、白菜のこれがもう何番手ですか、4番手ぐらいになりますかね、もうそっちのね1番手の路地のものがねだいぶいい大きさになってきております。あのこの黒寒冷車をねがをいつ、剥がすのかっていうのはね、うん、まあまあ収穫までこのまんま張りっぱなしでね行くっていう手もありますし、まあちょっと様子を見ながらですね、はい、もうこの大きさになってきてますね、はい、ですから今日が7月14、できれば7月の終わりぐらい、8月1日にはもう出したいですよね、うん、あのこの時期こういうねこういう系の葉っぱものって何もないじゃないですかね、8月にこの白菜があるっていうのは私のようなセット野菜においてはねとても有効なんですよね、はい、この大きさになってきますね、順調でございます、よっこらせと。でまあ今日またこうやって植えてね、でもうワンベッド行って、その隣がもう今度はレタ祭っていうのに変わってね、それが9月10月以降の出荷になりますね、だから7月の終わりぐらい、8月の1日から、この退任種子という白菜が出たら、退任種子が8月9月とねあって、10月からレタ祭ね、で11月ぐらいからまあレタ祭か普通の白菜ね、ミニ白菜、60日とか出て、それで12123と白菜が続いていくということで、8月から来年の3月まで白菜を出しまして、なおかつ4月になったら今度は白菜のとう立ちなというのが出てくるわけですね、ということでうちはね白菜をこのようにね、たくさん作って必ずね一品でできるだけ長期で出荷するという体制をとっておりますね。はい、ということで4番手植え付けますかと、今日またねこうやって防虫ネットかけて黒寒冷車ですね、今日は雨がちな天気なんでね、あの植え付けておそらく雨が降ってくれることを祈りたいですね。昨日人参の種まきしましたけれども、もうねあの降ってくる、逆に言うと降ってくれなきゃ困るんですけどっていうね、バンバン降ってくれるいい苗ですね、はい、しっかりこう根が回っているの分かりますかね。あのこうあんまり小さいのは後に回すのよ、だからまあまあある程度いいんだけど、その一番端っこあるじゃない、その端っこのそれは最後に回して、要するにできるだけ大きさを揃えて、で小さいやつは奥にしてあるわけだから、大きいやつを先に植えて、あの小さいのは後にしたっていうのは、だからこの小さいやつは残していいから2列ぐらい先に大きいのを、だからこういうのは本当はあまりそう、まあ、まあ別に今植えちゃうけど、そういうふうにすると何がいいかっていうと、収穫の時に生育が揃ってるから楽なのよ、さっきそっちのやつバーッと並べていった方がいいですか。いえいえ全然、あのやはり自分のペースやってって、はい、よいしょ、これで半分ぐらいでここまでか、結構いくな、よいしょ、はい、ということでね、まあまあ特にね、まあポイントとすればね、この通路のこっちの方から大きいものを植えていくってことですね。奥の方に大きいのを植えてしまうと、収穫の際にね手前が小さいのだとね、あまだできてないと思って奥を取り遅れるということがあるわけですね。なのでこの通路のね手前から大きいものを植えていくということですね。で手前から取っていって奥にまだ生育がまだっていうのはそこの時点で止まりますから、だからこれが逆になるとダメなんですね。まあ農業の世界では常識ですけど、はい、よっからすると、こっちを植えますか、よいしょ、ちょっとこっちはね生育があんまりよろしくないんですけど、まあもう一気に植えてしまいます、
よいしょ。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 足が痛くてね、ちょっとね、ここのとこちょっと、昨日の晩はね、結構足が痛くてね、苦しみましたね。まあ、しょうがないんですけどね。こっちはペーパーポットですね。まあペーパーポットの方がこの時期はね土の量が多いですから、あのよいしょ、活着はしやすいんですね。よいしょ。さあ7月からね、出荷がいよいよ始まってね、こうまあ頑張らなきゃいけないですけどね、やっぱなかなかそのこうやってね、また畑の暮らしが始まるっていうのはね、もちろん望んでね、自分で選択してやったことですが、やっぱりなかなかしんどいですよね。本当に畑仕事って大変だなと改めてね、ちょっとここ2年ぐらいね、まともにいろんなことでねかまけていて、畑作にね作付けに集中できる環境ではなかったですから、まあ久々にこうやってね畑に集中して今やらせてもらってるのはとてもありがたいことなんですけど、本当にね改めてやっぱ畑で飯を食っていくって大変だねっていう何を今更って話なんですけどね、まあ本当にそう思いますね。ね、農業って大変ですよ。ちょっとねこうやってここ2、3年ぐらいちょっとそういう本格的に出荷してねっていう暮らしからちょっと離れたもんですからね、なんかこうやって改めて、こうやってその百姓暮らしを始めてみるとね、やっぱり大変ですね。まあましてはまだね、ここのこの地域は私また初めてですからね、いろんなことがねやらなきゃいけないことが多くて、よいしょ。まあそれでもね、ありがたいチャンスをもらったわけですからね、頑張らなきゃいけないんですけど、よいしょ。正直10年かけたくはないので、できれば最短のね5年ぐらいでね、また千葉時代ぐらいまでは戻していきたいんですけど、5年で戻るかね。そう思うとやっぱりね、こっからの最初の3年やっぱちょっときつくてね、もうやる前からきついなということなんですけどねどうですか、皆さんだったらどうされます？まあいろんな人にね、もう自分だったら考えられないですって皆さんね、もしかして畑やっててですよ、3年か4年にいきなり出てけとか言われるわけですよね。まあ厚木の時がね、まさに4年目で私は電話一本でね、全てをパーになりましたんでね、それが今から17、18年前かね、そこから厚木がダメになり、ね、そこから成田に行って、成田からねは十何年まあこうやってやりましたけど、は自分の意思で出ましたけど、その後ねこうやって愛知県に行き、そして三重県に行きとね、それはそれでもうね口にしたくもないような地獄でしたんでよいしょ。
よいしょ。よいしょ。まあ、いろんなことがね、起きますのでね、この仕事はね、それを乗り越えていけるかどうかというところでね、勝敗が決していきますのでね。どうですか皆さん、新規収納、新規収納で成功したところをやめてさらに移転して、皆さんどうですか、おやりになってみますか進めませんけどね、こんな風になっちゃいますよ皆さんね。絶対そんなね、誇れることでは一切ありませんのでね、失敗例その1でございますんでね、決して皆さんそういうことの目に合わないようにね、頑張ってほしいなと思うんですけど、だから新規収納で成功したらその地にねしがみついていただくっていうのが基本になるんですけど、まあ僕の場合もね10年やれば大体飽きちゃうんでね、しょうがないですよ、もともと旅人なんでね、動きたくなっちゃうんでしょうね、だからこうやって動くということが起きてくるわけですな。はい、植え付けの仕方を教えるね。それちょっとちょうだい、トレー。まずね、トレーを横に置かない。はい、分かる。なんでかというと、こっからここに持ってくるのに時間があるでしょ。はい、だからベッドに置くの、こうやって、はい、ベッドにこうやって置くでしょ、置いて、はい、左手で取って右でこう植える、基本はよ、はい、こう早くない？早いです。早いです。はい、そういうことです。はい、遅いっていうのは あのいいんだけど、遅すぎるってダメなのよ。はい、はい、ということでこう見てて、うん、ちょっと遅いなと思ったのでね農業で飯を食っていけるかどうかって、1にスピード、2にスピードってね、まずとにかくスピード、とにかくトップスピードでこうやってこなしていくという、このスピードに慣れて、あと丁寧かどうかっていうのは後でどうにでもなるわけ。うん、まずはこのスピードで植えていく、このスピードに慣れるということ。うん、だから丁寧にやりたいのは分かるけど、丁寧に遅いっていうのは一番ダメなのね。それでは飯は食えないので、まずとにかく早くやるっていうことなんですね。でこうやって向きを変えてみて、早いでしょ。そうです。でもこれ別にね、あなたがやっても私がやってもこうやって植えとけば白菜はできるわけでしょ。となれば早い方がいいよねっていうことですね。だからこのスピードで飯を食っていけるかどうかっていうのが実際に決まるわけ。うん、なので頑張って早くやる必要があるわけですな。でこのスピードの中でこうやって今俺喋りながらこうやって作業してるでしょ。要するに一つ一つの作業に何ていうのかな、ある程度こうやれば意識しなくてももうできるという感覚を身につけることなの。うん、だからいちいちこう見てね、どうやったらちゃんとできるだろうかって、そういうことをやっててはプロにはなれません。はい、なのでこうやってある意味スピッチの速い流れ作業でこなしていくことで野菜がちゃんとできるっていうことを身につけないといけないわけです。なんてちゃんとした研修みたいなこと言っちゃったけど、いやもうちゃんとはい、よろしくね。この最初にね、研修生の人とかみんなそうなんですけど、みんな大体皆さん丁寧にやるんですよね。丁寧にやるのは全然構わないしいいんですけど、プロになると思えば1にスピード、2にスピード、3しがなくて5にスピード、ね、とにかくトップスピードでやって、それで、最初はだから丁寧にやる必要はないんですね。で慣れていけば丁寧になります、自然とね。だからゆっくりやって、丁寧にやるっていうのは最悪なんですね。そうじゃなくてそれだと一生スピードは上がりません。なので研修時代の時にこのピッチで行くんだって、これに追いつかなきゃいけないんだっていうことで、その作業に体を慣れさせていくってことがすごく大事なんですね。で実際にプロの人たちってもっと速いですから、僕も今やったスピードっていうのは全盛期の時の半分ぐらいのスピードですよね。もっと昔や動画見れば分かると思うんですけど、植え付け速いでしょ。そういう意味ではとにかくトップスピードでやって、最初はある程度適当にやる、ね、でトップスピードに慣れてくると、そこからどんどん丁寧にしていく、ね、だからスピードは決して落としてはいけないんですね。慣れさえすればどんどん速くなって、どんどん丁寧になります、ね、で実際それで物ができなきゃ意味がないですから、はい、
で物ができるかできないかの判断をそこの中でしていくわけですね、はい、でこれがプロになれるかどうかの一つ の試金石というかね。だからとにかくスピードを速くしてっていうことですね。だからそうするとだんだん適当になっていくんですけど、で汚くね作付けになっていくんですけど、それでも見ててね、うん、多分それでできるっていう。要は苗の植え付けっていうのはこれ最も簡単な作業ですかね。要は根っこの部分がね土の中に入ってさえすればそれでできるんですね。だから種まきだとか植え付け、ね、種まきなんかでもクリーンシーダーを走らせればそれで設定がしてあるわけですから、それでできるわけですね。ということでそういうところにあんまりこう作業とか時間をかけないっていうことなんですね、はい、とっても大事な作業ですけど、そこに、あんまり時間をかけていてはプロにはなれないですね。ということです。はい、今日は白菜の、ね、4番手タイニーシュシュの種まきは植え付けをしているという動画でございました。それではまた。もうそこで終わりだからさ。